皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、3657ポールホールディングスの動画解説をしたいと思います。この銘柄6月7日場が引けた後ですね、決算を発表しまして、進捗率の良さからですね、翌6月10日大幅にギャップアップでねスタートしてきてます。でこの時はですね、5月の頭からのですね、高値からのトレンドライン近辺でねちょっと抑えられてましたけども、そこをまあしっかりと抜けてきてですね、6月14日には一目均衡表のね雲もわずかですが抜けてきてますので、まあ、押してきたところはですね買いが入りやすいんではないかなと思います。で基準線があるところのですね2360円あたりから6月14日の終値近辺ですね2550円あたりは買い目線でいいんではないかなと思われます。で最初ターゲットとしてはですね、一度この5月の中旬1回下げてですね、基準サポートからこう戻しているところ、ちょうどこれ5月の20日になりますけれども、この5月20日の高値あたりですね、2805円、このあたりがね、最初のターゲットになってくるかと思います。で、そこ抜けてくるとですね、3000円から5月の頭の高値ですね、3110円がね、次のターゲットになってきます。で、下げてきてもですね、基準とか、雲の加減とかですね、こういったところはしっかりとね、サポートすれば問題ありませんけれども、この5月の10日、ギャップアップしたところのこの安値ですね、2100円になりますけれども、2100円あたりになりますけれども、ここ割ってくるとですね、せっかくこのギャップアップで上昇した分がね、全部帳消しになってしまいますので、2100円あたりをね、割ってくると、まあ、ロスカットをね、考える人が出てくるかと思います。では以上で、ポールホールディングスの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。